パート2。はい。ちょっと。あ、お荷物持ってる。あ、大丈夫。あ、でもそう、あ、映っちゃいますもんね。そうなんですよ。それじゃあですね、質問がたくさんいただきましたので、はい、ありがとうございます。ゆかちゃんに答えてもらいたいと思います。はい。はい、質問コーナー。質問コーナーです。はい。アンドロメダさんですね。はい。この仕事の原動力を教えてください。はい、この仕事の原動力は何といってもお客様の笑顔です。笑顔です。もうみんながやっぱり楽しかったよとか言ってもらえるとすごい嬉しいです。嬉しいです ね、 いいですね。休みの日は何してますか？休みの日は日によってなんですけど、まあ、お家にいるよりは外でなんか遊んでる方が多いですね。そうなんです。イワン・マダリさんっていう方も同じ質問が来ました、はい、あとフィル・ゴリノさん、はい、他の国の言葉は話せますか？ハロー。せいせい。話せました。パナス、パナス。なんそれはどこの国の言葉ですか？どっかの国の言葉で、はい、熱い熱いっていう意味です。熱い熱い。パナス、パナス。ダニエル・カルフレンさん。ディズニーランドの仕事を決まったらどのくらい働きたいですか？何にも決めてないんですけど、はい、まあ、たくさん働けたらいいかなって思います。思います。はい、はい、ありがとうございます。セボニさんか、はい、東京力車でいつぐらいまで働きますか？東京力車は、何も決めてないんですけど、これも、はい、たくさん働きたいです。はい、すぐ辞めるということはないと思います。はい、はい、安心してください。はい、次はですね、同じくセボニさんですが、ゆかちゃんの好きな男性のタイプを教えてください。好きな男性のタイプ、優しい人。おそうですね、優しい人です。なんか好きになってくれる人ですね、ちゃんと。はい、はい、そういうこと。ゆかちゃんを大切にしてくれる人。はい、そうです、そうです、そうです、はい、それが言いたかったです。ラファエル・ピティさん、これも続きますが、はい、結婚願望についてありますか？はい、あります。結婚したいです。私、そうなんですよ、はい、ちょっと私の将来の一番大きい夢がお嫁さんになることなので、はい、はい、絶対結婚したいです。ちなみにいくつぐらいまでとかあるんですか？いやでもなんか結婚願望あるっていう割に、はい、結婚したらやっぱ自由がなくなるじゃないですか。あ、まあ一人の時とちょっと違いますね。一人の時と比べてなんかフラフラできないじゃないですか、はい、なんか旅に行こうみたいな、はい、そうですね、それができないからやっぱり、はい、何歳かはちょっとわかんないですけど、でもガンプさんみたいな自由な人だったら一緒に旅に行けるじゃないですか。あ、確かに確かに、まあ、まあガンプさんに限らないんですが、ああいう自由な人って意味ですよ。はい、一番わかりやすく、はい、ガンプさんの時は自由です。はい、ヒプノサーフさん、はい、二人三脚について、教えてください。はい、二人三脚は日本の運動会の運動会の競技。ちなみに奈々ちゃんと二人三脚何回かしてるじゃないですか、うん、今まで、はい、この後やる予定はありますか？はい、来週って言ったらあれですね、はい、3月の末にもう一回やります、はい、どのくらいの距離を？あ、でも何も今回は決めてなくて、はい、遊びなんですけど、はい、桜の名所を紙に書き出して、はい、なんか箱に入れて、はい、引いたところに桃鉄みたいな感じで行くっていうのをやろうと思ってます、はい、ランダムに選んでそこへ行くっていう感じですか？やろうと思ってます。いや、すごい、なんか YouTube っぽいですね。映したいですけど、それはお二人の企画なので残念ですが同行できません。パピー・ジョンさん、家で、はい、料理をしますか？またどんな料理が得意ですか？私はお母さんがすごく料理が上手なので、自分ではあんま作らないんですけど、はい、オムライスは作れます。オムライスはできるんですね。オムライス美味しそうですね、はい、食べてみたいです。あとは、あ、世界のファンに向けて何かメッセージを。はい、こんにちは、ゆかです。いつもたくさんのメッセージと動画での応援ありがとうございます。ぜひぜひ世界的に旅行ができるようになったら東京でお待ちしてます。あ、素晴らしいです。素晴らしい、皆さんお待ちしてます。はい、お待ちしてます。はい、ラッキータイランさん、はい、卒業後日本の企業などに、就職、要は別の仕事をしますか？就職は絶対しないと思います、多分。そうなんですか？私自分が会社作りたいんで。おお、はい、就職はしないですね。ちなみにどんな会社をできたら理想でいいです？何も決めてないですけど、はい、経営者になりたいなって。経営者向いてますよね。なんか人に何かしてもらうっていうより自分が何かしたいなっていうのはありますね、はい、いいですね。ゆかちゃんがボスになるんです
ですね。そうですそうです、ボス。いい企業ですね、ちょっと勤めたいです。働かせてほしいです。はい、アンカバネロさんかウンカバネロさんかちょっと読めなかったんですが、イタリアの方で、私の国イタリアはどう思うな印象がありますか、はい、ということです。ベネチアの綺麗な街並みが行ってみたいです。行ってみたいです、ね、はい。ちなみになんかイタリアでなんか詳しく知ってることとかありますか。特になければいいです。水の国。あ、そうですね、ベネチアに行きたいんです。あのディズニーシーの街並みがイタリアのところがあるんですよ。ありますね。もうそれが生で見たくて見たくてしょうがなくて。そういうことなんです。行きたいです、どうしても。行きたいです、ね、ありがとうございます。あと他にね、たくさんあの質問いただいてたんですけども、時間の関係上私の方でピックアップさせていただきました。ゆかちゃん協力ありがとうございます。はい、じゃあこの後ですね、少しどうしましょうか。時間を見ながら考えていただければ、あとはもう自由に、はい、このためにですね、ちょっと桜のとこ行きません。あ、ぜひぜひ。ちょっと桜のとこ行きたいです。今どのです。はい、そこの下、ちょっと行きましょう。チェリーブロッサム。ちょっと綺麗ですよね。すごく綺麗ですね。でもやっぱり結構葉になってます。葉桜ってやつです。葉桜見えるかな。こう見えます。こういう感じなんですよ。こういう感じで結構桜はもうちょっと満開の時だと、はいはい、パーってお花が咲くんですけど、ちょっと今、はい、葉っぱ葉桜って言って、そうですね、葉っぱがこう今チラチラと舞ってるのが見えると言うんですけど、ちょうどなんか木漏れ日とうまく、ね、撮れたら綺麗ですよね。です。あとはちょっとここで時間大丈夫ですか、時間的。あと今何分。あ、全然大丈夫です。あと1時間ぐらい。あと1時間ぐらいありますね。じゃあゆっくりちょっと、はい、じゃあせっかくなので神社お参りしましょうか。あと、はい、でサムネイル撮るのでその状態でお願いします、はいはい、いつも時間オーバーしちゃうので多分そういう時間を取るんで、あ、普通の案内のより時間かかるんです。学んだんですよ。後ろから通る。こう通って。水たまり気をつけてくださいね。すごいなんか撮影会みたいですね。そうです、撮影会。ではなんかすごい昨日の雨でやっぱり。いやすごいですね。水たまりが。ここもなんかあるんですよね。あの猫が、あ、どんどん水が急に出てる。あ、そうです。これ、あの音に反応するんです。あ、セミの抜け殻が。え、いっぱいあります、いっぱいあります。え、どういうこと、どういうこと。え、ここにセミの抜け殻が。どこ、あ、本当だ。こっちにもあります。この裏側に。ちょっと。セミの抜け殻。これ、セミの抜け殻。え、皆さんの国にはセミはいますか。セミいるんじゃないですか。いますか。セミの抜け殻が。ねえ、すごいびっくりした。ニン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 。セミのモノマネしてくれない。ゆかちゃんらしいです。あ、ちょっと今あの、はい、あれの影響で気さくないんですけど。気さくはないんですけど。ここで手水って言って、はい、心を洗います。ここで。心を洗うんです。そうなんです。ここで、はい、ここにも書いてある。あ、心を洗う。心、ハート、平日、ウォッシュ。心を洗います。まあ実際は手を洗ってあれなんですけど、はい、心を洗います。そうです。はい、あの。お寺とかで煙があるところがあるじゃないですか。はい、あれは体を洗います。あそこで。煙で体を洗う。はい、お城のところ。あのみんな頭良くなりますようにってやります。はい。はい、浴びて、あと匂いをつけるとかそういう。そうなんだ。スモークイズウォッシュ、スモーキング、スモーキングでボクシング、よくわかんないです。これ中映しちゃいけないんですかね、ここはね。そうですね、あんまり中。そうね。いろいろある。そうですね。2泊2例。まさか、あの。
お参りする予定がなかったので。いや、せっかくだからやっぱり神社に来たら。そうですね、お参りしていきましょう。今日はナミちゃんが。ナミちゃんいますかね。いますかね。ナミちゃんいるかな。ナミちゃん探し。じゃあ5円にしていきましょう。はい、ご縁がありますようにということで。そうですね、行きましょう。行きましょう。逆でいい。ではちょっと作法だけ教えていただいて、はい、じゃあお賽銭をチャリンと入れてください。まずあ5円をですね。5円です。あ、じゃあチャリンをしてくれてもらっていいですか。どんな感じなのか。はい、で2回お辞儀します。これアドレスを言うって聞いたんですけど、ホームアドレスとネーム、うん、フルネームで言う。あ、って言いますね。結構。あ、そう。あの自分がちょっと待って、自分が、はい、あの住んでるところとか名前とかを言うと、はい、って言われてます。そうなんです、ね。それを聞いたんです。で、これちょっと今、はい、ナミちゃんっていう、はい、ナギちゃん、ナギくんナミちゃんって言うんですけど。なぎくん、なぎくんとなみちゃんですね。はい、頭をなでなですると、はい、パワーがもらえます。そうなんですね。だからみんななでるから、ここがちょっと色がはげちゃってるんですよ。本当だ、ちょっと色が変わってるの分かりますか。こことここでだいぶ色違います。こうちょっと違うんですね。分かるかな。あとでバジアジンキーでと。きっと通じるはずです。そうです。で、ここの正面の写真を待ち受け画面にすると、はい、幸運が訪れるよ。じゃあ皆さん幸運が訪れます。ぜひぜひ、はい、うん、待ち受けにしてください。はい、はい、ありがとうございます。ちょっと待ちください、ね、はい、ここはナミちゃんっていう猫ちゃん。そう、一度だけに会ったことあるんです。あ、本当ですか。あ、本当ナミちゃんどこにいます。ありがとうございます。よかった、ナミちゃんがいるって。あ、もう暖かいから今日はこの角にいますよ。上の下だそうです。どこにいるんだ。ナミちゃん発見です。気持ちよさそうに、気持ちよさそうに見てます、ナミちゃん。そしてゆかちゃんです。すいません、なことばっかり。いや、綺麗でしたね。すごい。野良猫ちゃんなので、はい、いるかいないかわからないんですよ。え、そうなんですか。ここで住んでるんじゃないんですか。なんか住み続いてるじゃないけど、みんなやっぱりチュールとか。はいはいはい。そうなんですね。見られたらラッキー。ですよね。これ2度目なんですよ、実は。そうですね。あ、これは何だろう、桜。ちょっと見てみましょう。はい、こちらです。これは桜だ。桜なんですかね。これは何だろう、アザミっぽいような花。あ、でも桜の花だ。あ、ちっちゃった桜ですね。なんですかね、桜は。は、桜です、桜です。あ、桜ですね。早め咲いたんですね。暖かいからやっぱりここそう、うん、そんな感じですよね。招き猫、招き猫、本当だ、招き猫、たくさんいるんですよ、たくさん。ここなんかどこだっけ、そこで写すよって、はい、写真写すよって人がいっぱいいます。どんな感じで写すのか、皆さん。なんかよく、はい、はい、こういう感じ。こっちからじゃあちょっと待ってください。あ、そうです。あ、いや、お客さんだとどんな感じ、どっちが立つの。あ、お客さんを私がやると、はい、あ、そこ濡れない。こんな感じで、はい、
で、ハートのところから顔がちょこっと出るように、あ、そういう感じで、あ、そうなんだ、はい、結構、インスタグラムとかでよくあれ映ってるよって聞いたんです、はい、視聴者さんからですか。いや、あの、この間、一度だけ、はい、あの、あれ稲葉神社に葵ちゃんと来たのかな、葵ちゃんと、葵ちゃんが連れてきてくれた時にそこから映すんですよって言ったんだけど、どういう風かちょっとそうなんです、イメージがわからなくて、ハートの中にこうやって入る、はい、あ、そういう感じなんですね感じで皆さんやっぱ撮られる方多いです、はい、これ貴重なんですね、歩くのがいいのはこうみんなが歩いてる姿とかなかなか映せないので。確かにそうですよね。そうなんです、あの、そう、いろんな方からあの聞かれるんですけど、はい、あのちょっとこれあの説明しておきますと、はい、ですね、人力車の動画は、いろんなことが、あの契約上のことがあるらしくて、人力車で、なんていうの、人力車に乗ってるところか、この人力車で回るコースじゃないと映しちゃいけないっていうのがあるらしいんですよ。あ、例えばだから、ロックとかロック通りとかで、じゃあここのお店でちょっと映してください、歩いて映してくださいっていうのはダメだって言われて、そうですね、乗って楽しむものなので、はい、あ、そうらしいですね、そういう決まりがあるらしくて、はい、あの動画上ですねやれることにちょっと決まりがあります。じゃあもう行きますか。あ、ちょっと待ってください、じゃあ一回カットします、すいません、カチンってちょっとカチンってやりました。はい、行きましょう。そうですね、ちょっと歩いた後にあって、はい、じゃあいつもの感じで、はい、いつもな感じでちょっと撮りながら行ったらあれですね。ですね、ちょっと待ってください、ね、19分になったので、はい、あと1分ぐらいで1回多分パート1が終わると思う。はい、じゃあどうしますか。踊りますまさかの踊ります。踊んなくていいですよ。いや、踊んなくていいですよね、はい、踊ってもいいですよ。あ、大丈夫です。レアダンスが見られる、はい、あ、じゃあここだけ教えてもらっていいですか。はい、ここだけ、はい、じゃあそうしましたらこちらエマって言います。はい、エマってあのこんな感じで、はい、お願い事をね書くんですけど、はい、この絵馬2種類あります。わ、はい、かりますかね。じゃあ1種類目を教えてください。はい、1種類目、この猫ちゃん、はい、これです。2種類目、この猫ちゃん、違いわかりますか。皆さんどうでしょう。これ実はちょっと尺伸びちゃっても大丈夫ですか。大丈夫です。ここで1回こっちがお洋服着てない、はい、で、こっちはお洋服着てるじゃないですか、はい、なのでこっちは服が着た、あの服を着ましたよっていうのと、はい、幸福の服、はい、幸せが、はい、ハピネスが、はい、着ましたよっていうのをもじったものになってます、はい、なのでこっち側は皆さんあの叶いましたよ、ありがとうございますっていうのを結構書かれる方が多いですね、はい、あとここ縁結び、縁結びって英語でなんて言うんですかね。これいつも説明しながら、あ、英語でなんて言うんだろうって。ごめんだ。良い出会いみたいな。あ、良い出会い。はい、あのあれですね。編集でちょっとあの、はい、翻訳していただいて、はい、縁結びの神社なので、絵馬って大体五角形が多いんですけど、はい、ちょっと絵馬の画像をポンって載せていただいて、はい、編集でお願いします。はい、ここは縁結びの縁。円形丸になってます、はい、なかなか撮影しながらすることがないからちょっとまとまらないですね、すみません。いや、いいです、いいです。はい、縁結びの英語に変えなきゃって思うと、なんか話すのも、はい、大丈夫ですか。ちゃんと編集して変えときます。お願いします。はい、はい、エマです。エマです。エマのコーナーで一回、はい、切ります。はい、じゃあ一回バイバイってしてもらいたい。出発します。3ミニッツレイターバーク。違うな。ガンバーク。よくわかりますね。タイマーした方が確実かな。あ、そうですね。いいじゃん。じゃあ一回、はい、時計でタイマーしましょう。はい、と、まあ、ここまではサービスです。ありがとうございます。サービスフォーユー。動いてるやっぱり。でもアクションカメラの映像より三線の方がいいんじゃないですか。本当はいいんですけど、はい、実は今
あの前に一緒にあそこへ連れて行っていただいたんですけど、お寺、なんとか富士、スモール富士、あ、浅間神社です。その前半部分がしか出てないんですけど、今なんでしょう、木の実みたいな、はい、赤くなってる。みささん、上がってます。こっちは少し桜を、そうめんかな、これからなんです。全体的にはこれからなんじゃないですか。河津桜とかこの辺りに気がします。という間です。もうね、近くに帰ってきて、近くなっていると思う。作者の特典ですね、これ。ねえねえ、リピートできるっていうのそれいいですよね。私も人力車大好きで、はい、今までよく乗ってたんですけど、動画とかに残さなかったから、うんうん、残したらよかったなって思います。かわいいですよね。かわいいです。乙女だなって、かわいいなって思いますけどね。少し邪魔してもらってからがいいそうで。結構私柔道の加藤です。あ、そうなんですね。どうミサです。ミサです。ミサちゃんです。 Thank you for watching. Thank you for us.